大相撲令和元年、9月場所は、2019年9月8日から9月22日までの15日間、東京都墨田区の国技館で開催された大相撲本、場所である。8月31日に行われた、場所前の稽古総研では、各竜と白鵬の両横綱の動きが良く、先場所全球で大関から陥落した、高啓勝も、まずまずの動きを見せた。一方で、 先場所途中休場し、今場所をカ番で迎えることとなった豪栄道と土地の新の両大関は、豪栄道が稽古総研で12番取ったのに対し、土地の新は相撲を取らず、状態が心配された。また、先場所勝ち越しを決めた直後に休場した大関、高安は人体を断裂した左肘が見えず全休、次の九州場所は三度目の角番で迎えることになった。 迎えた初日、横綱、白鵬は北斗富士相手に星を落とし、2017年3月場所以来となる初日黒星をキスする。この時、場所前に痛めていた右手に、腫れと強い痛みほか生じたことから、医師の診断を受けたところ、右手小指の骨折が判明し、翌日から休場。一方、2場所連続優勝がかかる横綱、各竜も初日から4連勝だったものの、 5日目から、麻の山、大栄翔、友風と、平幕相手に3連敗を喫し、左膝内側即副人体損傷の疑いにより、中日から休場、横綱不在となった。校長が伝えられていた両横綱が休場し、豪栄道と土野の神の、両大関の調子が上がらない中、優勝争いは9日目を終わった時点で、平幕の沖の海と秋尾がいっぱい。 関脇の御嶽海と高景勝、平幕の朝の山が二敗で追うが、十日目に一敗の両力士が敗れ、二敗で沖の海、明星、御嶽海、高景勝、朝の山の五人が並び、これを三敗で、平幕の宝富士と新入幕の剣賞の二人が追うという大混戦の展開となった。 11日目は剣将が沖の海との直接対決を制して3敗を守り沖の海は3敗目。また、三竹海が竜電に、浅野山も北斗富士に敗れて、それぞれ3敗に交代。12日目は今度は沖の海が秋音の直接対決を制して3敗を守り明声は3敗目。妙義龍を突き落として実勝2敗とし、 大関か泣くよく場所の十勝の要件を満たして、大関復帰を決めた高傾章が、単独トップに立つ。しかし十三日目、今度は高傾章が大関、豪栄道の上で投げにくして3敗に、交代、3敗を守った御嶽海、沖の海、剣章を加えた四人が、トップに並ぶ。十四日目、剣章はこと勇気に敗れ、先週楽に高傾章と沖の海の3敗同士の、 対戦が組まれたために優勝の可能性が消滅。1914年5月場所の両国以来105年ぶりの新入幕幕打ち最高優勝を逃す。迎えた千秋楽、高景勝と沖の海の相星決戦は高景勝が押し出しで勝ち、続く三竹海は小結、遠藤を寄り切って参拝を守り、2017年9月場所以来、 関分け同士では初めてとなる優勝決定戦に持ち込まれることになった。中日の直接対決では高傾勝が押し出しで勝っていたが、決定戦では三嶽海が高傾勝を一気に寄り切って下し、二回目の優勝を飾った。この一番で高傾勝は左大胸筋肉離れを起こし、場所後の秋巡業を全休する見通しとなった。参勝は、 優勝した三竹海と一横綱に大関を破った浅野山が主君章を受賞、終盤まで優勝を争った沖野海と剣章が関東章を受賞。技能章は該当なしとなった。なお、角番の大関陣は、豪英道が12日目に球金を直して角番を脱出したのに対し、土地のは14日目に妙義流に敗れて負け越しが決定。 二度目の大関陥落となった。重量は西重量12枚目の勢いが4日目から11、連勝し、先週楽を待たずに、新重量の2011年11月場所以来二度目の優勝を決めた。一方、西重量5枚目の高野富士が、付け人の女二段力士への暴行が判明したことから、謹慎のため全球。 現役最多タイパッコの金星を獲得した西十両7枚目の吉風は右膝前十字人体損傷、右肥骨神経麻痺が癒える見込みがなく先場所に続いて休場が続き、幕下陥落が濃厚となった5日目に引退届を提出、現役引退となった。ありがとうございます。